皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうという形ではあるんですけれどもですね、まあ、ヒーローギャラリー、まあ、現在ですね2000円あるんですね。まあ、せっかくだから全てのヒーローにレジェンドスキンは一応持たせたいなみたいな、そんな気持ちがあったりもするんですが、ロードホック、ルシオ、まあルシオかな、最近使う機会が増えましたからね。でもこれいいですよね、前が見えないやつ。これはね、賛否両論っていうのがもう間違いないところだと思いますよね。なんかこうカエルっぽい見た目なのはいいんですけども、なんか頭へっこんでるし、どうなんでしょうねこれ。かといってこのね、音楽家じゃなかったのみたいなもうここまで来たらもう、へえ、これどれにしたらいいんだろうまあでもゴールドセイント好きとしてはホップステップですかね。これ結構勇気いりますね、これに1000円ってまだこっちかな。ホップステップです、買います逆にね、これでルシオが楽しくなる可能性が、まあないかな。なんでカエルなんでしょうね。まあ、ホッケーもホッケーですけどね。あ、いきなりよし、じゃあイリオスか。イリオスってルシオすごい強いんですよ、環境キルができるから。でも自分それできないんですよ。ということで使わせていただきたいヒーローは、あ、ズバリトレサーです。お、もうルシオ早速やっちゃってる方いらっしゃいますもんね。ニヤッとね、このトレサーかわいいよな、かわいいよなトレーサーに会いにイギリスに行きたいぐらいですからね。メンバーとしてはロードホック、ルシオ、リーパー、それからファラと、いつもゴリラの名前忘れますね。ゴリラウィンストーン、ゴリラデジャブって知ってる。よっしゃ、行きましょう。ファイナルファイトです。確かに、わあ、ジャンクラトンの音がする、やだな。わあ、なんだあれすごい高いところにリーパーいましたね。まあどうしよう。確保できるのかこれ。わっ、やばいやばいやばい。あ、ちょまずいな、後ろから追われてる。ですかね、やばいな、拠点が一回も取り返せないまま完全に今事故だった。切れそう、切れそう、まずいですね。でも逆に言うと一回取れちゃえば取り返されないっていう状態でもありますよね。
もうちょっとかき回したんですけどね。これダメだな、トレーサー良くないですね。2キル2ですですからね。ヒーロー変えるか。いやでも構成は悪くないですよね。相手がジャンクラットがいるっていうのはちょっと嫌だから、まあでも贅沢は言えないよな。まずいな、働けてないな、相当良くない状態ですね。これはちょっとこのラウンドはこのまま使わせていただくんですが、ちょっとトレーサーはやめましょう。初めてなんですけど、やべー、サンキュー、やべー、やべー、これ取り返さないと、おめえを取り返さないと、おめえ挽回しないと、どうしよう、どうすればいいんだろう。やっちゃん、やーやーべー先般先般、これはこの試合で勝利に貢献しなかったら笑いましょう。バーベシネッチ、目標がアクティブになりました。怖い、もうなんか落ちるのが怖くて嫌だな。やばいやばいやばい、やっちまった。ガチャ最速でね、真っ赤な氷の中に入る目っていうのはね、まさに殺人鬼ですよね。あ、でも取れてる、俺のおかげだ俺のおかげだ。すごい、でも相手の方たち、あの固まって動いてらっしゃいますね、素晴らしい。足音しません、後ろから。うわわわ、ダメッチ、いや痛い痛いっち、どうもどうした、いきなり挨拶。やばい、ウルトの合わせが、どうするかな。危ないな、この位置。ちょっとこれいけませんね。今の位置って環境キル狙われやすい位置だから、ちょっと動きたかったですかね。おいらは諦めが悪いんだ。前方に来た。え、敵ターレット。本当だ。いつから通る病院いましたっけ。あんまちゃんと見てないんですよね、ここね。乗れませんでした。よくあることですね。わあ、やばい。どうする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 。
タルトはいいや。早いっすね、アリサ今日。めっちゃジャンクラッド1体で頑張ってましたね、相手の方。あ、了解じゃない。これだわ。よし！よし！ヒゲの生えたおっさんが気をつけしながらこっちに歩いてくる姿はいいことですね。よし、頑張りますよ。ガンダーン。何の問題だ。よっしゃ。ここは開けてますからね、ファラ結構いいんですよね。多分、ま、ジャンクラでもいいんですけどね。障害物が多い。ザリアン機、敵のタレット、どこだろうタレット。え、分かんなかった。壊したい壊したい、壊さなくては。はい、行きませんけど。あ、取れてる。え、タレットマジどこですか。え、分かんなかった。どこだろう、壊さない。あ、タレット破壊、どこにあるんだろう本当に。やばい、目がシパシパする。あれか、敵のタレットを破壊。やばいやばい、中に入れちゃった。やばい、さっきはバリアを打ちまくってる。どこだタレット。わあ、俺の目から逃げる。これね、待ったな。うわ、来た。うわー、ちょ、どこ行くの。あー、まずい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 。あっぶね、倒せてよかった。バリアにいっぱい吸収させちゃった。あ、タレットがある。どこにあんのタレット。ジャンピング絶命。いやー、拠点を守りたいっていうその一心から自分の体を張ってね、中に入っていく。これが戦闘式ですね。戦いに戻ろう。さっきからね、タレットの場所が全くわからないんですよね。本当にやっぱりこういうゲームやってると視野が狭くなっちゃうっていうのが初心者のね、ダメなところだと思いますよね。10年ぐらいね、 FPS やってればね。なかなか当たりませんね、攻撃。あ、バリア、バリア兄貴。あれ、ファラ最初からいました。あれ、あ、でも味方の方はやっぱうまいな。アリカ卿スパシーバ。で、次のステージはまたジャンクラッドでいいですかね。そうですね、まあさっきジャンクラッドそんな悪くなかったような気がしますからね。そんな良くもなかったですけどね。おっきゃっ。さあ、このステージをどう切り抜けるか。ジャンピングパンチ、固まっていきたいですね。で、ちょっと一歩引いたところから戦いをする。え、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 
回復したいです。ねえ、今マジで働いたからいいですよね、別にね。今本当にファンタスティックな自殺でしたけども、でも働いてますから死なないですけど、この辺の木陰に。はーい、影から光。おお、当たれ。トレーサー、トレーサー倒すのはジャンクラの役目。え、どこ、やべ、あ、全然違った。あぶね、落ちる、もう落ちたくない。ウルト使おう、さすがに。どこだ、どこで撃つんだ。なんか急にボールが来たのでって感じに目に当てちゃいましたけど、あ、これでも結構なんかすんなりいけそうですね。という死亡フラグ立てておこっと。え、ラインが上がらんな。スパシーバー、わわわわわわ、あわわ、うわっ、え、こう、あれ、マインちゃん当てるの失敗しましたね。いいですね、当たれ。あああれ当たったの初めてかも。今何をやったかっていうと、あの設置式の地雷を置いておいて、でそれをなんか適当なタイミングで起爆したら人がいたっていう、そういったプレー、神プレーですね。いやー、これおめえを返上しましたね。俺に、あ、やばい、楽しいな、やっぱりオーバーウォッチ。いやー、でも今のおかげで勝ったようなもんですからね、今の面は。本当にあれがなかったら負けてた可能性大いにありましたから、いや、勝ててよかったです、本当に。これにて、まあでもまだ多分46になったばっかなんで、A ランクは46のまま、ちょっとだけゲージ上がって終わりっていう感じでしょうね。はい、という形で引き続いてランク50を目指して頑張っていきたい、レートですね、50を目指して頑張っていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。